消費を拡大するにはどうしたらいいのか、考えてください。そうです、先ほども申したように根本的な底上げをする政策と同じ政策なんですよ。このまま消費を拡大するな、その消費の足かせとなっているものを取り除けばいい。もう何千回も言ってますよね。そうです、消費税廃止です。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー5名です。今日はですね、まあ、2月7日、水曜日ということなんですけどもね、今日の読売新聞の一面から紐解いていきたいと思います。まあ、月に1回行われますね。実質賃金の発表なんですけども、今回はですね、去年の12月の実質賃金の他にも、2023年度の1年間のその実質賃金の推移も発表されました。でですね、この、去年のその実質賃金なんですけどもね、まあ2年連続減ということなんですよ。一面にバーンってなってます。どういうことかというと、ちょっとこれ読んでいきますね。昨日6日発表した2023年のその実質賃金ですね、労働者1人当たりの平均賃金を示す、現金給与総額、まあ名目賃金に物価変動を加味した実質賃金は前年比 2.5% 減となり、2年連続で減少したと。ということなんですけどね。まあ、要は、賃金上昇が物価に追いつかずと。だから賃金上昇がインフレ率に追いつかないと。で、家庭の節約志向が高まっていることが浮き彫りになったということなんですけどね。じゃあ、ちょっと具体的にこれ読んでいきますけども。ですね。まあ、去年の 2.5% 減なんですけども、その23年度の去年の実質賃金は消費増税による影響で 2.8% 減となった14年以来の減少率だったということです。その 2.5% 減というのは、ね。同時に発表された23年12月の、ね、去年の12月の実質賃金は前年比 1.9% 減で、なんと、21ヶ月連続の減少となったということです。そうですね。全く策講じてませんからね。そりゃ下がり続けますよ。もうね、私何百回と言ってきましたけどね。どこまで無能なんでしょう、岸田政権。じゃあまたちょっとかいつまで読んでいきたいと思います。ですね、今度はですね、この就業形態別ですね。まあ、正社員か、非正社員か。それで比べてみるとですね、正社員などの一般労働者の名目賃金は 1.8% 増の436,849円。で、パートタイム労働者は 2.4% 増の 104,570円と、いずれも過去最高額だったということなんですけどもね。まあ、正社員 1.8% 増、非正規社員 2.4% 増なんですけども、物価です。物価はですね、前年比 3.8% なんですよ、上昇が。1.8%、2.4% 以上のその 3.8% の上昇だったんですよ。それじゃあ実質賃金下がるに決まってますよね。ですから、ま、この名目賃金の伸びを物価上昇が上回り、実質賃金はマイナスとなっているということです。ああ、当たり前ですね。で、物価上昇は家計への影響を与えていると。まあ、当たり前ですね。どんな感じか。その物価上昇。項目別では、値上がりが相次いだ食料 2.2% 減が4年連続。授業料や、補習教育などの教育が 9.8% 減は、2年連続で減少したと。一方、旅行や宿泊などの、教養娯楽は 3.4% 増だったということです。だから、ね、食料とか、あと教育とか、ここら辺お金、抑えたということになりますね。抑え気味になったということになります。その代わり、まあコロナに、まあ本格的に去年、コロナ、本格的に上げたんで、旅行とか活発になりましたよね。まあそういうふうなことで、まあ 3.4% 増というふうな、ことだそうです。ですね、この最後の、この記事の最後、ここちょっと重要なんでね、読んでいきたいと思うんですけども。経済の好循環を実現するには、適切な物価上昇を上回る賃上げが必要となる。林官房長官は6日の記者会見で、24年春闘に向け、最大限の値上げを期待したいと述べた。
賃上げ促進税率を拡充する、政府方針などを説明し、物価高に負けない賃上げを実現できるよう引き続き取り組むと語ったということなんですけどもね、春闘に期待するとか、その物価高に負けない賃上げを実現できるよう引き続き取り組む、これ言ってる時点でもう完全にアウトですね。やっぱりこの岸田内閣、岸田政権、なんも国民のこと考えてないなっていうのがわかります。これ読むだけで。春闘に期待？そんなの期待しててどうするんですか一体。それでインフレ下がるんですかね。それで、給料上がったと言っても、スズメの涙ですよ、そんなの。根本的に底上げするような政策打ってませんからね。じゃあ何が根本的に底上げする政策なのか。まあね、ちょっとそれ話す前に、この一面になんか面白い絵が描いてあるんですよ。ずっていうかな。こうなんかこうリサイクルにこう矢印って書いてあるんです。まず賃上げ。賃上げをすると、その矢印の先には消費拡大。消費拡大のその矢印の先は物価上昇。物価上昇の矢印の拡大、矢印の先は業績拡大と。業績拡大と。だから業績、企業の業績拡大すれば賃上げ。賃上げするってことは消費拡大する。拡大するってことは物価上昇する。で、物価上昇するっていうのは、業績拡大なんですけども。まあ、これ、ゴロゴロこう、回って、これが、まあ、好循環だと。まあ、確かにそれはそうなんですけどもね。ちょっと突っ込みますよ、ここ。ここ突っ込みますよ、この図に。突っ込みますよ、この図に。まず消費拡大。消費拡大すれば物価上昇。消費を拡大するにはどうしたらいいのか。考えてください。そうです。先ほども申したように根本的な底上げをする政策と同じ政策なんですよ。このまま消費を拡大するな。その消費の足かせとなっているものを取り除けばいい。もう、何千回も言ってますよね。そうです。消費税廃止です。消費税廃止すれば 100% 消費拡大します。企業の方は、その 8%、10% 据え置きでもいいんですよ。消費税廃止したとしても。でもまあ、絶対に抜け駆けしますよ。消費税撤退したから、まあ、今まで消費税 10% 取ってたのを 0% しますよ。10% 引きしますよ。やったらもうそこを一人勝ちしますからね。まさにそうなればブルーオーシャンになりますから。みんなそこに追随していきますよ。だから実質的にはもう、消費税廃止になればもう全部バーンって下がります。そうすると、消費税廃止すれば、消費拡大します。どんどん。それで、生産が増えますよね。売れるんだから。消費税廃止して、ガンガン売れるんだから。消費廃止、売り上げがアップします。で、売り上げアップさ、もっとさせるには、設備投資します。そこで、まあ、財政出動。まあ、財政出動っていうか、まあ、民間であれば、民間の企業であれば、そこでまあ、投資しますよ。まあ、企業で、国であれば、その投資を、まあ、なんていうかな、後押しするように、まあ、貸し付けだとか補助金だとかやります。あとは生産性向上させるために、道路の整備だとか、新しい建物を、まあ、古くなった建物を建て直すとか、そういうふうなところで、いわゆる公共事業にお金ガーンと出しますよ。そうすることによって、生産性向上しますから。そうなると、業績拡大しますね。投資して。業績拡大する。そうすると、今度はその業績拡大するから、もう、まあ、利益が、まあ、利潤を生むことになる。利潤を生んだら、給料に、まあ、お金をこう流すと。いわゆる賃上げが実現されるということになる。まあ、こういう流れなんですよね。で、賃上げすれば、当然、まあ、給料、お前、アップするから、消費しますよ。で、消費したら、どんどん設備投資とかして、生産量を増やそうとしますよ。それ業績アップしますよ。それで、そこで働いている人たち給料高くなって、そしたらガンガンお金使いますよと。そういうふうな流れなんですよね。そういうふうな流れなんです。だからやっぱりね、最初に一番簡単にできる政策というのは消費税廃止なんですよね。相変わらずこの記事にも消費税のしの字というのがない。また、こんなね、消費税のね、しの字もね、書いてないような、そういう記事が書き続けられる限り、実質賃金下がりすぎますよ。実質賃金、例えば、
ようやく 0.1% 増とか、ようやく 0.2% 増とか、そういうふうなことで多分、まあ、書き立てると思うんですよ。ええ。そんなの成功でも何でもないですからね。ええ。じゃあ、だったら GDP 年率換算で 4% 上昇してるのかと。そう突っ込みますよ、私は。ええ。と、まあ、そういうことでね、ええ。まあ、やりもしない。ええ、消費税も廃止しない。で、財政出動しない。だから、基本財政出動すると、まあ、財源は国債ですよ。が、財源国債って、どんどん、まあ、お金出すと、そうすれば物価上昇します。財源を国債としては、その財政出動、いわゆる今詐欺っていうのは公共事業ですよね。公共事業にまあ投資されてるから、そういうふうなんですよ。そういうふうなことにするが、それは物価上昇していきますよ。インフレ下がります。まあ、そういう意味ですね。だから、この絵はこの絵でいいんですよ。だから私の言ったように、消費拡大するんであれば、消費税廃止。物価上昇するんであれば、財政出動。これをまあやれば、そうすれば業績拡大。で、さらには賃上げ。なんですよ。だから、この図はこの図はこの図でいいんですけども。だから、これ、付け加えてもらいたかった。消費税廃止、プラス、財政出動。分かってるけども書けないんでしょうね。まあ、財務省が怖いんでしょう。ええ、そんなもんです。ええ。まあ、権力あるとか、新聞権力あるとか、どの子に言ってますけども、そんなもんです。所詮そんなもんです。ええ。と、まあ、そういうことでね。まあ、消費税廃止しない限り、下がり続けますね。財政出動しない限り、下がり続けますね。さあ、どこで折り合いつけるんでしょうね。これを全、もうね、どんどんこの動画を拡散していってもらいたい。この理論を拡散していってもらいたい。ですよね。ですからね、もうチャンネル登録、もうよろしくお願いします。と、まあ、取り留めもなく、パーンって言いましたけどね。と、まあ、そういうことで。残念ですけども、なるべくしてなった結果です、これは。21ヶ月連続。賃金、実質賃金減少なんていうのは、前年度比と比べて減少というのは、これを阻止したいんであれば消費税廃止、そして財政出動です。もうね、ここら辺はもう完全に我々理解しましょう。また1ヶ月後どうなるか。まあ、このまま、まあ、右往の衆のまま動くんであれば、まあ、その愚鈍すぎるような無策、無能無策で突き進むことになるんでね。上がるとは思えませんけどもね。だからここでまあ我々声上げなきゃいけませんよ。ということで今日はこれでお礼にしたいと思います。アディオス。アッサマニャラ。